38歳男です。僕はいじられるうちが花という言葉が嫌いです。いじられキャラを演じ続けるのが辛いですが、嫌われるのが怖くて嫌と言いません。ひろゆきさんはいじられるうちが花という言葉は本当に花だと思いますか？芸人で暮らしてるんだったらそうだと思いますよ。なので、なんか面白くないと言われたくないって言ってる芸人はどうかと思うんですけど、まあでも芸人じゃないんだったら別にいじられたくないはごく普通の感覚だと思うので、別にいじられるの嫌ですってストレートに言った方がいいと思いますよ。まあいじるというやり方でしかコミュニケーションを取れない人とか、笑いが取れない人っていうのはいるんですよ。まあ、吉本芸人の人たちのを見る機会が多すぎたせいで、ボケとかツッコミとかいじりっていうので笑いを取るという形でしか、その場を和ませたりコミュニケーションが取れない人っているんですよ。でも別にそれやんなくてもよくねって、別に黙っててもよくねっていうのを言えば、まあそれはそれでいいよねっていう人もいるので、なので別にいじる関係性っていうのは続けなくても全然コミュニケーションで取れますよ。だから僕は死んだ魚の目をしてる性格の悪いおじさんを目の前にしてるとき別にいじんないですからね。怖いし、殺されるかもしれないし。